これまで足りていなかったものは何か、これから求められていくものは何か、その一つ一つを妥協なく解決した末に誕生した次世代ベイトリールソルティガ IC、 革新の塊として常識のその先へ。ソルティガにはタフに使い込めるリールを求めました。数々の新しいテクノロジーによって求められる基本性能を極限まで進化させたソルティガ IC、 その象徴となる設計思想がハイパードライブデザイン。両軸ベイトリールを構成する4つの重要パーツを最先端初搭載のテクノロジーで大幅にブラッシュアップした。駆動部の要であるドライブギアは従来よりもギアが強く滑らかな回転が持続することを追求したハイパードライブデジギア。強度と回転フィールを向上させ精緻な巻き心地を実現した。ハイパードライブデジギアからのパワーをロスなくスプール回転へと伝えるピニオンギア。その両端をボールベアリングで支えるのがハイパーダブルサポート。ピニオンギアを高い精度で支持することで歪みをなくし、パワーロスのない巻き取りを可能にしている。さらに全ての内部構造を高剛性高精度に支えるハイパーアームドハウジングが精緻な巻き心地やパワーを生み出している。ソルト領域で使用する両軸ベイトリールにおいては、スプールとボディの隙間からの海水の侵入は構造上避けることができず、リール内部においてさまざまなトラブルを発生させる。ダイワはそこにメスを入れた。ハイパータフクラッチは過酷な環境でも壊れにくい高い信頼性を実現。その内部はさまざまな金属パーツに絶縁体を挟むことで腐食による固着トラブルを解消。安心して長く使い続けられるクラッチシステムへと進化させた。さらに海水の付着により塩の結晶が残り腐食や回転不良を引き起こしていたピニオンギアにおいても、ダイワは結晶や不純物が残留しない素材を探求。高強度高耐久の素材をピニオンギアに用いることでトラブルを激減させ初期回転を永続させている。メンテナンスが行き届きにくいピニオンギア部のボールベアリングにはマグシールドボールベアリングを採用。磁力に反応する磁性流体をリング状に成形した磁石でオイルを最適な位置に留めることにより、回転に必要な隙間を磁性流体で満たし、ミクロの不純物までも遮断。限りなく摩擦ゼロのスムースな回転を生み出している。巻きが軽いこと、水中感度が上がること、全ての世界観が変わる。ドラグにはソルトベイトリールで最大限効果を発揮する ATD を採用。アングラーの設定通りに安定してドラグを作動させ、滑らかにラインを送り出すことを追求したシステム。従来のドラグよりも調整幅を広く設定し、きめ細やかなドラグ調整が可能。リスクを軽減しスムースな取り込みを実現した。シンクロレベルワインドとは、ライン放出時にレベルワインドはライン位置とシンクロして左右に追従する機能。ライン放出角が小さくなることで摩擦抵抗を抑え、よりスムースに素早くラインを放出し、フリーフォール、ドラグ引き出しも滑らかに。ソルティガ IC ではこの機構をギアボックス側へ設置し、コンパクトな筐体を可能にしている。コンパクト設計を実現しつつもライトラインに起こりがちなトラブルも軽減した。さらに IC カウンターにはデプスアラームを搭載することにより、音で水深を把握、サミングアクション、ファイトなど最適なサムレストポジションを追求している。こうしたテクノロジー全てをまとい、次世代ベイトリールを担うソルティガ IC、 新たな世界観をぜひとも体感してほしい。清水和成氏の熱い思いを数々のテクノロジーで具現化した画期的なリールを、
アングラーの新たな相棒として今世に送り出す。強さも滑らかさもハンドリングの良さも最新のテクノロジーで進化を続けるソルティガ。全てはブレイクユアレコードのために。ソルティガ IC 誕生。